リスニングでもリーディングでも英語を語順のままに理解する方法、文章を細かく切るサイトトランスレーションをサクッと実践してみましょう。 Hello! ゲラ Language Online 講師の右半身です。リスニングがね全然ついていけないとか、リーディングもめっちゃ時間かかっちゃうっていうお悩みね、みんな抱えてますよね。要はね、英語の語順についていけてないんですよね。そんな時に試してほしいのが、戻り訳をしないサイトトランスレーション、英文を意味の塊で区切ってその場その場を理解していく方法です。早速ねやってみましょう。身近な英語としてね、英語のツイッターを、使っていきますね。 Let's get started。 さあ今日はですね、オクトパスケイブマンさんからの投稿になります。さあじゃあ、これね、文章いっぱいバンって出てきたらちょっとうげーってなっちゃうので、これはねバッと隠してしまいますね。その場その場、見えてるところだけを、訳していくっていう感じですね。やっていきます。どうぞ。さあ来ますね。My five-year-old son just asked。 さあこれは私の5歳になる、息子が今ちょうど聞いてきたところなんですという形ですね。さあそして次、What if、 こんだけ開きますね。これね、もしもこんなことしたらどうなるのっていう意味になります。What if っていうのは、これ仮定法なんですけれども、 What would you do if、 これの、省略になります。もしこんなことしたらどうなるのっていう、次ね何言うのかなっていうのを考えながら、というか何言うのかなってワクワクしながらね、読み進めていきましょう。続きいきます。What if の続きね。 We put a slice of turkey in the DVD。 七面鳥のスライスを DVD プレイヤーに入れてっていうことですね。なんていうことを語るんだ子供はですね。さあ、ここですね、仮定法の続きです。 What would you do if の続きね。 We put a slice of turkey なので、 We put、 ここ入れるっていう動詞が入ってるんですけれども、これは、過去形の動詞になってます。 We put, put, put ですね。 put の活用で全部一緒なのでね。で、仮定法っていうのは何かを仮定するんですよね。もし何々だったらっていうのが日本語になります。で、実は日本語も一緒なんですけども、だったらっていうように過去形使ってるじゃないですか。なので、仮定をするときっていうのは時制を過去の方向に一個ずらすんですよね。なので動詞が過去の動詞になるっていうことなんです。で、気づいてないんですけど、日本語も英語もね同じような考え方で、過去の動詞を使うっていうのをやってるんですよね。さあじゃあ続きやっていきましょう。スライスオブターキーを DVD に入れたらの続きですね。DVD プレイヤーの続き。 And it played a movie about the turkey's whole life だって。それが七面鳥の全人生についてだったらどうしますかっていうことなんですね。子どもの想像力はすごいね。さあそれに対して親がどう言うかっていう感じですよね。さあ続きいきましょう。 And none of the parenting books。 さあこれはどういうふうに訳すかっていうと、そしてそんな育児書どこにもないですね。はい。その続きは I've read、 これは私が今までに読んだですね。そして、最後のところが Have prepared me for this question、 この質問に対する答えを、まあ、私に対して用意していたものがということになります。回答詰まりますね、本当に。どうしよう、私だったらなんて答えるんだろう。さあというわけでございます、お楽しみいただけましたでしょうか。さあ最後にね、この文章なんですけれども、頭からお尻までもう一回読み上げていきますので、リスニングを楽しみたい人は、聞いてください。そして、自分も喋りたいなっていう人はシャドーウィングとかしてもらったらいいんじゃないかなと思います。 OK、 いきます。 3, 2, 1。My five-year-old son just asked, what if we put a slice of turkey in a DVD player and it played a movie about the turkey's whole life? And none of the parenting books I've read have prepared me for this question. さあ今日はね、もう一個やっていきますよ。ちょっと短めのものなのでね、またこれキッズ系のやつですね。どうぞ。こちらもね、文章全部もうすでに隠してしまっています。じゃあやっていきます。
We don't dry dishes, mom. これはお皿は拭くもんじゃないんだよ、ママって言ってますね。はい。さあ、That's the air's job. それは空気の仕事なんだよ。ですって。続きいきますよ。 Annoying kid logic。 さあ、 Annoying っていうのはね、これうざいっていう意味です。結構よく使いますね。彼うざい、 He's annoying とかよく使いますね。Annoying kid なんで、うるさいが緊張の Logic Lonely ですね。そして That っていうのが入ってます。こういう関係代名詞の That っていうのは戻り訳をするんじゃなくって、どんなものかっていうとねっていう風に訳したらいいです。人の場合はどんな人かっていうとねとかね、場所の場合はどんなところかっていうとねとかっていう感じで、関係代名詞、関係副詞っていうのはそういう風に訳していくと戻り訳をしなくてよくなるっていうんですね。You're secretly proud of、これが密かに自慢しているということです。うん、大変に賢いお子さんでしたね。はい、じゃあもう一回読んでいきますね。いきますよ。 3,2,1。We don't dry dishes, mom. That's the air's job. Annoying kid logic that you're secretly proud of. ですって。面白いですね。もしね、なんか面白いツイートとかあったら皆さん教えてもらったら嬉しいですね。さあ、ということでお疲れ様でした。Thank you very much for watching the lesson. I'll see you in my next video. Bye for now. このチャンネルはわあ、yeah、 右半身左半身、現役英会話講師による夜面白くて楽しい英会話学習チャンネルになってるんだよ。だからまずはチャンネル登録よろしくお願いします。